サム・マイケルはオーストラリア出身のレーシングカーエンジニア。F1 のウィリアムズチームのテクニカルディレクター、マクラーレンのスポーティングディレクターを務めた。西オーストラリア州で生まれ、キャンベラで育った。ニューサウスウェールズ大学で機械工学を学び、この間にレーシングカーのデータを収集する装置に関する論文を表した。レースファンだった学生時代のマイケルは、 研究に差し支えることなくできることを条件に、レース関係のアルバイトを探していた。ある時、オーストリア国内のレースカテゴリー、ホーミュラ、ホールデンのチームオーナー、グレック・シドルに、給食の手紙を出したところ、グレック・シドルがこれを認めたため、平日は大学で勉強をし、週末は、シドルのチームで働くという学生生活を送った。 グレッグ・シドルは1970年代から1980年代初めにかけてヨーロッパでネルソン・ピケやロベルト・モレノなどのマネージメントをしていたことがあって顔が広い人物でありロータスの監督であったピーター・コリンズとの間を仲介した。1993年マイケルは大学卒業と同時にロータスでの職を得てオーストラリアを後にした22歳の時である。 ロータスにおいては、ピーター・ライトの下で、データ収集や、それに基づくレースシミュレーションなどを行った。1994年に、ロータスが破産して消滅すると、ジョーダンに移った。マイケルは、ジョーダンで頭角を表し、チームの研究開発部門の構築に寄与して、以後のチームの発展に少なからぬ貢献をすることとなる。 開発ファクトリーに勤務してデータ収集方法について模索し、1996年にはサスペンションの動きをシミュレートするセブンポストリグの設置を担ったほか、車体駆動系のアクティブデフの設計を手掛けた。1997年にはファクトリーを離れてテストチームと行動を共にし、1998年にはラルフ・シューマッハ担当のレースエンジニアとなり、 ラルフがウィリアムズへと移籍したのに伴い、翌1999年は、ハインツ・ハラルとフレンツェンを担当した。フレンツェンとのコンビはうまく機能し、フランス GP とイタリア GP で、フレンツェンが優勝し、ドライバーズタイトル争いにも絡むなど、大きな結果で報われた。2001年、フランク・ウィリアムズに見込まれ、シニアオペレーションエンジニアとして、ウィリアムズチームに引き抜かれ、 同チームのレースとテストの管理を統括する責任者となる。2004年5月、同チームにおいて長年にわたってテクニカルディレクターの地位にあったパトリック・ヘッドがその座を退いたため、マイケルはウィリアムズのテクニカルディレクターを引き継ぐこととなり、33歳で名門ウィリアムズチームの技術部門のトップに立った。開発部門から、 レース戦略に至るまでの全てを統括することとなったが、リソーセスの分散による弊害が顕著となりチームの成績が低迷したことから、2007年にワルノーでフェルナンド・アロンソのレースエンジニアを務めていたロッド・ネルソンを引き抜いてチーフ・オペレーションエンジニアの職に就け、レースチームにおける負担を軽減するとともにより開発部門の職務に集中できる体制が構築された。しかし、 その後もチームの成績低迷は続き、2011年5月に同年末をもってテクニカルディレクターを辞任することが発表された。その後、スポーティングディレクターとして2012年よりマクラーレンに移籍することが決まった。しかしマクラーレンも不審が続き、2014年末にマクラーレンを退職。退職後は家族と共にオーストラリアに帰る予定だという。 ありがとうございます。